戦国一ネガティブな武将は毛利隆元。大きすぎた父と弟へのコンプレックス。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、戦国一ネガティブな武将毛利隆元について紹介していこうと思います。日々生きるか死ぬかの瀬戸際が続く戦国時代、前向きでなきゃやってられませんよね。でも毛利隆元はそんな戦国時代における突然変異と言ってもいいかもしれません。パパは毛利元就、弟図が吉川元春、小早川隆景というキラキラしいファミリーの長男として、彼はかなりコンプレックスを抱いていたようですよ。今回は弟たちの影に隠れがちな毛利のプリンス、毛利隆元についてご紹介しましょう。毛利元就の嫡男として誕生。大永3年1523年、隆元は毛利元就と正室妙宮の長男として秋、広島県西部に誕生しました。吉川元春と小早川隆景は色瀬となります。この頃の父元就はまだ地方の一豪族に過ぎず、尼子市から大内氏のもとに移ったところでした。そのため15歳になった隆元は大内義隆の人質として周防山口県に送られます。人質となってすぐ元服した隆元ですが、この名前は大内義隆の隆の一字をもらって付けられました。大内家としても隆元は将来の幹部候補として見ていたようですよ。名前についてもそうですが、待遇はなかなか良かったようです。3年間の人質生活は隆元の教養面には特に大きな影響を与えました。この大内家、当時としては珍しく西の京都まで呼ばれるほど京風の文化が栄えていたんです。そのためここで思い切り大内の薫陶を受けた隆元には深い教養が養われていったんですね。彼はまずまずの美少年だったようで、大内義隆の覚えもめでたかったそうですよ。いきなり死を覚悟するほどの戦に放り込まれる。人質生活を終え実家へと戻ってきた隆元ですが、その2年後の天文11年1542年、いきなり厳しい戦に直面します。勢い盛んな大内義隆は勢力拡大を見込んで尼子市の合算戸田城に攻め込みました。しかし尼子方のゲリラ戦法や味方だったはずの豪族の寝返りなどによって大敗してしまったんです。大内方として参戦していた毛利家はここで一番厳しいしんがりを任されました。名誉でもありますが最も危険な役目です。そのため父元就と隆元は死を覚悟するほどでした。しかし毛利家臣たちが元就の甲冑を身につけておとりとなり二人を逃がしたため、なんとか生きて戻ることができたんですよ。ちなみにこの撤退の際に大内義隆の息子が死んでしまい、これがきっかけで義隆は全くやる気をなくしてしまったんです。そのため大内家の勢いはここでストップし衰退を始めたというわけなんですね。こちらの大内義隆の動画は右上のおすすめから見られます。自信なく家督を継ぐ元就パパの心配。さて主家が弱ってくれば独立のチャンスというところですが、天文15年1546年、元就が突然の隠居宣言をします。そして突然に隆元に家督が回ってきたんですよ。さすがに誰だってこんなに突然では心の準備もできていないはず。一応隠居といっても元就がほぼ実権を握っていたようですが、その裏では隆元がこんなことを言っていたからなんだそうですよ。父上が貢献してくれるなら私でも毛利の領地を守れますが、多分はい弱気です。
毛利の当主たるもの、こんなんでは先が思いやられるとでも思ったか、元就はガチガチの武闘派で毛利の老臣志地広義を高本につけてビシバシ教育します。元就としては大内家の奥義文化に感化されている高本が物足りなくもあったようですよ。能も芸事もいらん、武と計略が肝心なのだとたびたび高本を叱っていますし、あいつは優柔不断だから武将にはちょっとなとぼやいてもいます。仕方ないですよ、あの大内家で過ごしちゃったら奥芸色に染まるのは当然のことなんですし、弟二人が武将としてあまりにもできすぎたことも元就が高本を心配する要因の一つでもありました。そして同時に高本がコンプレックスを抱く最大の要因にもなったんです。偉大すぎる父、できすぎる弟へのコンプレックス。特に高本にとっては毛利家を中国地方の覇者にまで押し上げようとしている父の存在は強烈に眩しいものだったようですよ。それは尊敬の念でもありましたが、高本にとっては重すぎるものでもありました。高本が厳島神社に納めた願文には、願うのは父の武運と無病息災、そのためには自分の命を捧げても構いませんとまで記されているんです。確かに自分が家督を継いだとはいえ、父が権力を持っていることには変わりなく、それは自分の無力さを感じさせてしまうものだったのでしょうが、ちょっと弱気な感じもしますよね。また豪の者として知られた弟元春と自暴に長けた高影との兄弟仲も実は決してうまくはいっていなかったようなんですよ。高本が元就に宛てた手紙では、二人は私の城に来てもすぐ帰ってしまいます、それにそれぞれ自分の家吉川小早川のことばかり考えていて、相談となれば父上にばかり、私はのけものにされているようですと愚痴を言っています。これを読んで危機感を抱いた元就が三本の矢の逸話で有名な三子教訓状を作成することになったとも言われています。だんだんネガティブさを垣間見せるようになってきた高本ですが、親しい層に出した手紙には彼の心の闇の根深さがはっきりと書かれているんです。自分は無才で不器量、毛利家は自分の代で終わりだ、父はすごすぎてかなわない、自分には補佐してくれる良い家臣もいないと。お兄ちゃんどうしたのと言いたくなりますが、これが彼の本音だったんですね。ただ最後の力不足だが自分は頑張る、こうしたことは胸の内に留めておくという一文が涙を誘うんですよ。お坊さんくらいにしか本音を言えず、自分一人で自分のネガティブさと戦っていた高本、これほど孤独な戦いがあるでしょうか。辛かったでしょうね。父も弟も高本がここまで考え込んでいたとは思いもよらなかったようです。高本の没後にこの書状を読んだ彼らは、これほどまでに思い詰めていたとはと驚いたそうですよ。全然無才じゃない、高本にしかできないことがあった。こんな風に父と弟へのコンプレックスまみれだった高本ですが、実は内政面、特に財務で優れた手腕を発揮しました。毛利家はいち早く五奉行制を取り入れ、官僚による内政を行っていましたが、それを統括したのは高本でした。また戦費の調達や傘下の豪族たちとの交渉を行っていたのは彼であり、信頼もあったそうなんです。事実高本が亡くなると毛利家の収入が減ったというんですから、彼がそれだけうまく家を切り盛りしていたことがわかりますよね。これはザ・武将な元就や弟たちにはできなかったことです。地味だけれどなくてはならない存在、それが彼だったことを悩んでいた時の彼に教えてあげたいですよね。プレゼンしたいですよ、毛利高本の毛利家への貢献度とかタイトルつけて。その一方で本当にネガティブですかと聞きたくなるような過談な部分も見せているのが高本の複雑なところです。天文20年、1550年の泰寧寺の変で
大内義隆が家臣の末春方に討たれると、高元は末との対決に及び腰な元就に対して、いずれ毛利と末は決裂する運命、今やらねばいつやるのですかと言い、その後の厳島の戦いで末軍に勝利を収めているんですよ。一体どっちが本当の顔なのかと思いますよね。そのつかめなさがまた興味をそそるんです。もしかすると自分自身をも奮い立たせていたのかもしれません。突然の死、毒殺説も。ネガティブな内面を表に出すこともなく、高元はその後も豊後、大分県の大友氏との戦に臨むなど、父を支え毛利の当主として申し分のない働きを見せました。そして室町幕府からは秋や周防など中国地方各国の守護に任ぜられ、高元自身も戦国大名として名を挙げていったんです。しかし死は突然に訪れました。永禄6年1563年、宿敵尼子氏との全面対決のため、高元はすでに尼子と対峙している父のもとへと向かいます。その途中、豊後、広島県東部の豪族和知正春に主演に招かれた高元ですが、その宴から帰ると突然苦しみだし、そのまま亡くなってしまったのでした。まだ41歳という若さだったんです。跡継ぎの輝元はまだ幼かったため、元就が後見となりました。しかし元就の悲嘆は深く、名将として知られた彼の判断力をも失わせるほどだったんですよ。元就は高元の側近の関与を疑い、すぐに切腹させていたのですが、実はその側近、主演を断るようにと高元に進言していたことが後になって判明したんです。そして元就は招待した側の和知を疑い、幽閉中殺したのですが、和知が本当に高元を毒殺したのか、真実は分からずじまいでした。名将らしからぬ問題解決のやり方ですよね。それだけ高元の存在が元就にとっては変えがたいもので、それを失った動揺が大きかったということだったのでしょう。いなくなってありがたみがわかるとはまさに高元のこと。弟たちもそのことにようやく気づき、本家を支えていくという思いを新たにしたのでした。こうして吉川小早川の両線が毛利本家を支える体制が固まっていったというわけです。まとめ1、毛利元就の嫡男として生まれ大内家の人質となった。2、国に戻るも合算戸田城の戦いでは死を覚悟するほどのピンチに直面した。3、家督を譲られるも自信がなく頼りなかったらしい。4、父と弟たちへのコンプレックスが大きくネガティブ思考だった。5、しかし財務など内政手腕には秀でていた。6、突然の死には毒殺説もある。ちなみに毛利家の血筋らしく、高元は正室一筋でした。ただ息子輝元は多くの側室を置いたんですね。毛利は私の代で耐えるというのは、毛利の正室一筋の血は私の代で耐えるということだったのかもしれませんよ。案外。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。